三笘フルで使うのは強豪相手にディフェンス面で厳しくないですか。昔はそういう印象ありましたけど、ベルギーで今のチームでの、あの守備、ウィングバックでちゃんとディフェンスライン戻る守備もしてるし、ね、ちゃんとそこの約束ごと守りながら強度低くみたいなの見えないから、まあね、南野とかの方がね、連続したプレスとかかけられるからいいんだけど、三笘がいると、あの配信中にも言いましたけど、南野だと中に入って長友上がって、サイドバックの裏が空きやすいでしょ。なんで三笘に渡してここバランス取りながら1対1で仕掛けてもらうっていう守備のことを考えた切り替えとか相手のカウンター対策を考えると、長友ねこういうところで前向きに潰すのとかは全然うまいし、前向かせない技術とかもあるから、三笘の突破力が攻めにかける人数を少なくして結果チーム全体のディフェンス力を上げるっていう、まあ、そういう現象があるんでね。なんで三笘を全然スタメンで使うっていうのは悪くないと思います。マジでスタメンから使う選手ないよ。三笘と伊藤で、三笘やばいってなって左寄ってきたら今度伊藤使えばいいからさ。マジね、デンベレ・エンバペできんのにな、日本だって。得点力までいけないかもしんないけどさ。ネイマールサブみたいなもんですか。いや、そうなんよ、本当に。たまたま出場した試合が控えから活躍してるから、なんかスーパーサブの特性みたいに思われてんだけど、違うよ。凄すぎるから控えからで活躍できるだけで。本当はずっと出してなきゃいけない選手なんや、三笘。あの昔のアルゼンチン代表がさ、あのメッシ頼りっていうよりもメッシ任せみたいな、なんかね、それをメッシ任せからメッシ生かしにしてほしいなみたいな話を昔してた気がするんだよね。だからペップバルサはそうじゃないですか、メッシにいかにクリーンにボール渡すかみたいなっていうので、チャビ、ニエスタ、ブスケツ、ダニアウベスとかピケとかなんかああいう、まあ、マルケスとかもいたけどね、そういう選手たちがつないでてみたいな、でメッシにスペース提供する役割でペドロ・ビジャとかいたけどっていうね、もう三笘任せですからね、三笘伊藤純也任せになっちゃってるんでね。